今年のですね、かわしり月間 の、 テーマ、また見どころなどについて教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、今年のかわしり月間は、昨年よりもっとグレードアップした形で、開催されます。基本的にはご承知のように加瀬川の改修工事が行われていましたから、昨年までは、加瀬川下り、いわゆる船着き場から、中本港門までの間を行き来することができませんでしたけど、今年はそれを再開いたします。で、加瀬川下りと史跡巡りをセットのした形で川尻を、よりよく見ていただけるようにしてやるのが1点です。それからもう1点は、今年5月に、全国に、オクラ、いわゆる、半世紀時代に年貢米の収納ことやったそのオクラを持ってる、4つの地区の方々が集まってのオクラサミットをこの川尻で開きます。と言いますのは、川尻には、細川さんのオクラ、半のオクラが今現在2頭残ってます。全国でも珍しいです、これだけ大規模に残ってるのは。こういうオクラで、オクラを皆さんに知ってもらうためにオクラサミットを開催いたします。そのプレイベントとして2月の14日には同様組もここに来て講演いたしますけど、全国のオクラ写真展というのを開きますので、これはぜひ見る価値があるかと思います。あとご承知のように川瀬六ヶ所に始まって随行の酒蔵祭りでね、終わりますけど、毎週土曜日曜にはいろんなイベントがこの川尻一帯でありますので、これは一度、川尻というのは熊本市内から電車で、わずか6分で行きます。熊本駅から川尻駅まで JR だと、そういう位置にありますので、遠いと思っている方もあるかもしれませんけど、川尻はもうすぐそばですので、一度この川尻の歴史、中世へタイムスリップするようなこの川尻を体で肌で感じていただいて、食とそれと歴史の文化をに触れていただきたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。